Bonjour! オンラインフランス語学校、アンサンブルフランセ講師のジョゼフです。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。家に遊びに来た友達が、コップ終わっちゃった。そんな時、気にしなくていいよと言いたい時に、フランス語では何と言えばいいでしょうか？Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. もう一回いきますね。Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. と言います。サンファーは話し言葉で心配する、気に病むという意味です。Ne t'en fais pas。気にしなくていいよ。このまま丸ごと覚えましょう。では、もっとフランス語を勉強したいという方は、アンサンブルのレッスンでお待ちしています。À bientôt!